皆様、大変長らくお待たせいたしました。花勝負コンサート、ただいまより開演いたします。本日はシンガーソングライター、里知己さんによる中国の伝統楽器二胡の美しい演奏をお届けいたします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。里知己です。短い時間ですが、ぜひ歌った2個を楽しんでいてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。改めまして皆さん、こんにちは、里知己と言います。今お届けしたのは Close to You という曲でございます。今日はこの花勝負コンサートということで、梅雨の時期、雨も降るかもしれないなと思っていたんですが、この通り晴れましてですね、コンサートを開催することができました。本当に嬉しく思っております。そしてなんとね、今日がピークだそうですね。明日から少しずつ、この花は
向けてまた、花を落としていくというそんな時期にかかっていて、ちょうどね、こんな素敵なね、ちょっとどこを見ていいかわからない状態なんですけど、どの方向を見てね、そうすればいいかちょっと難しい状況ではあるんですが、とても素敵な場所でのコンサートを嬉しく思っています。あと4曲ほど演奏していきますので、もしよければ時間の許す限り楽しんでいってください。私は里チキという名前で、よく里吉、加藤吉、ファミチキ、いろいろ間違えられることがありますが、ふるさとの地に帰るで里チキという名前で、今日本を福岡を中心として台湾、香港、中国などアジアの方で、音楽の活動しております。次の曲は1曲自分が作ったオリジナルの曲を、歌と2個で届けたいなと思います。ちなみに今日福岡県外からいらっしゃったっていう方いらっしゃいますか？あ、結構です。あ、ありがとうございます。みんなどこから来たのかな。あ、ちなみにちょっと、ね、海外の、ね、方いるかなと思うので、ちょっと聞いてみたいと思います。这边有台湾人吗？有。あ、いましたね、何人か。从来过中国？有没有。中国の方はいないかな。ね、本当に、いろんな国から来ている方がいるんですが、僕もですね、旅をしながら音楽をするというスタイルをずっと貫いてきております。次の曲はそんな旅人という曲を、聞いてください。食べると響く、ずっと
ありがとうございます。さて、続きまして、今日ですね、リクエストをいただいておりまして、この花しょうぶのコンサート、少しね、おしゃれな曲をやってほしいということで、ジャズの曲を、ぜひというですね、リクエストを事前にいただいておりました。このニコという曲、楽器は中国の伝統楽器なんですが、意外と、いろんな曲がね、弾くことができます。次の曲はスタンダードのナンバーですが、1曲お届けしたいと思います。フライメントさんも聴いてください。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリとした曲が続きましたので、次の曲は元気な曲を届けたいなと思います。その前にちょっと皆さんにね、聞いてみたいんですが、このニコという楽器、日本ではまだ、少し珍しい楽器なんじゃないかなと思うんですが、今日皆さんの中で初めて実際にこの楽器を見る、そして音を実際に初めて聞くという方ってどれくらいいらっしゃいますか？あ、結構いるかな。ありがとうございます。少しだけね、この楽器のことを紹介したいと思います。ちょっとね、遠いので見づらいかなと思うんですが、漢字で書くと2つの古い月という漢字を書いて、ニコという漢字を書きます。どこに角さべるかなこんな感じなんですが、木の本体に、通常のニコはですね、この本体の太鼓の部分に蛇の皮をね貼るのが一般的なんですが、この楽器は少し特殊で、和紙を貼ってあります。日本の紙ですね。そして、木材も黒檀や紫檀など硬い木を中国で使うんですが、この楽器はですね、欅、日本の欅の木を使っています。弦は皆さん何本あるでしょうか？
2個というぐらいなので2本弦があります。そしてこの楽器の特徴はですね、この弦と弦の間に馬の尻尾と竹でできたこの弓がですね、こういう形で挟まっているのがとっても珍しい構造になっています。バイオリンとかチェロは、弓をですね、セパレートして上から、当てて演奏するんですが、この2個という楽器をですね、挟まっていることによって弓の表と裏を使い分けて演奏するような形になります。なんでこんな構造になっているのか、調べたことがあります。もともとですね、この2個の個という字はですね、シルクロードを伝来してやってきたという、そういう漢字の意味も含まれています。先ほど言ったゴマの語もそうですし、キュウリ、クルミなんかもそうなんですね。この2個も、中国の大陸から伝わってきた楽器です。そして、1500年ぐらいの歴史があるこの楽器なんですが、当時の中国騎馬民族の方がこの2個をいろんな場所に持って行って、旅先で楽しんでいたんですが、この弓をね、よく馬に乗っている時に落としてなくしていたそうなんですね。そしてなくさないようにこの楽器に入れてしまったというね、そういう説が有力だそうです。そんな馬のエピソードを聞いて作った曲があります。この曲はライバという曲なんですが、曲の途中、馬がかけていく様子、そして馬のいななく鳴き声をこの楽器で表現しています。もし皆さん馬の音が聞こえたと思ったらですね、ぜひその瞬間聞こえたよという意思表示の意味も込めて拍手をいただけましたら嬉しいなと思います。それではライバという曲を聴いてください。ライバーという曲をお届けしました。ありがとうございます。あ、風も出てきましたね。あと1曲となりました。ぜひあと1曲をゆっくりと聴いていてください。さて今日は花菖蒲のコンサートということですが、この後3時から、九州国立博物館のホールの中でも、佐渡式のミニライブを行います。もしよければ、あと2時間あと1時間半また楽しまれてから九博の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。そして、里式ですがこの後 CD の販売なども行いますが、福岡県でも毎月のように、ライブをしておりますので、もしよければまたお会いできたら嬉しいなと思います。さっきも言いましたが、里吉とか、加藤吉で
検索すると違うページに行ってしまいます、ふるさとの地に帰る里式でぜひまた、検索してですね、お会いできたらいいなと思います。では、最後の曲はもう一曲自分が作った曲で、お別れしたいと思います、この曲は自分が今年間半分ぐらい活動している台湾という、国では、現地で中国語で、歌っている曲なんですが、今日ね、さっきも台湾からのお客様、ね、結構いらっしゃいましたので、ちょっとだけ2番だけ中国語で歌ってみようかなと思います。最後は彼方の風、遠く遠方から吹く風というですね、距離とそして大切な方との思い、そんなテーマで書きました。最後にまた再会できますように、そんな意味を込めて演奏したいと思います。それでは彼方の風を聴いてください。感じ見えた
どうもありがとうございました。サトチキでした。以上をもちまして本日1回目の花勝負コンサートを終了させていただきます。2回目は会場を九州国立博物館1階ミュージアムホールに移し15時から開演いたします。観覧は無料となっておりますので、どうぞお時間になりましたら九州国立博物館1階ミュージアムホールにお集まりください。またこの後宝物展ファーでサイン入り CD とグッズの販売を行います。